水古伝水古伝108世一覧表、体操対高氏は、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝の登場人物。天早や星の生まれ変わりで、序列は、両山泊第二十位の交換。あだ名は、神高太保で、進行法という足が速くなる道術の使い手である、ことに由来。元老役人で同志でもある。超身相句、頭の鉢が大きい。 ひょうひょうとしたところがある義教心の強い人物だが、老役人時代は付け届けを囚人に要求するなど、俗っぽい面もある。ご用とは、古くからの友人。また、暴れん坊の力を制御することができる数少ない人物であり、力は大層には全く頭が上がらず、兄貴とした言いつけもよく聞いた。大層は、公衆で、老役人の頭をしており、古文の力と共に、 下役人や囚人に、威夫されていた。また、その信仰法の能力を見込まれ最小、最慶の息子である最徳賞に飛脚としても重宝、されていた。ある日、有名な高官で、旧友、雇用の手紙を預かっていた罪人の総行と、意気投合するが、彼は、郝あやによって、謀反をでっち上げられ、牢へ入れられてしまう。 双方の無実を知っていた大層は弁明するが叶わず、知事である斎徳将から都にいる斎京に、判決の処遇を仰ぐ手紙を届けるよう言いつけられる。ところが、その道中で偶然にも両山泊へたどり着き、このことを、資料の町外と軍師となっていた御用に相談した。結果、御用の策により、双方を都にご創生よという内容の手紙を、斎京の筆跡を真似て作成し、 甲州へ戻った大層はこれを知事に届けた。知事はこれを真に受けたが、気分柄がこれが偽物であることを見抜いたため大層も、捕獲、倉庫ともども死刑宣告を受けた。しかし、処刑の当日に駆けつけた、両山泊と力の活躍で救出され、そのまま両山泊の一員となった。両山泊では、進行法の能力を活かして、情報収集、伝令、情報 工作、造芸捕虜救出、行方不明者や人材の捜索などで大活躍。特に、妖林、敗戦逃避猛攻と有能な人材をスカウトし、間接的に、石州、妖有次線らも両残泊へと導いた。放浪討伐後、朝廷から武設将軍の称号と演習の司令官の地位を与えられるが、自退して、大山で、出家。 数ヶ月後に病でもないのに死期を悟り、別れの縁の最中笑いながら大往生した。死後も夢の中の奇想を両山白へ導く役を務めている。なお、続編にあたる水庫公伝では生存しており、以前と同様に活躍する。進行法とは同日の一種である。この術は呪力を込めた五符を足にくくりつけることにより、人並みは ずれた速度で走ることが可能となるというもので、両足に1枚ずつ5歩を貼れば1日で500二2枚ずつ貼れば800をかけることができる。また、術者だけでなく、術者本人が同行していれば、他の人物にも進行法をかけることができる。ただし、同時に術をかけることができるのは1人までのようで、2人以上に進行法を使われたことはなかった。さらに、 同日という性質上、術者は酒と生草を立つことが求められる。ただし、術者だけがそうしているだけでよく、同行者には、この制約は当てはまらない。なお、物語中では高等終戦において力と共に、高尊勝を迎えに行く際、いつも酒で面倒を起こす力に方便を使い、この制約を守るよう言いつけた。ところが力は、 大層の目を盗んで、酒と牛肉を食べたため、これを知った大層は力に途中で止まることができなくなる進行法をかけて、これを懲らしめた。この事実を見ると、進行法は、単に速く走れる術ではなく人間の動作を操ることに本質があるように伺える。同志が何人かいる、梁山泊において、大層の実が使用できる道術であり、この特技により非戦闘員にもかかわらず、 両山白に置いてなくてはならない存在となっていた。しかし、水古伝120回本にのみタトラ配下の馬霊が、もう一人の信仰報酬特者として登場する。しかも同志としての技量は、馬霊の方が上で、千里をかけることができた。馬霊が降伏した後、大層は彼から、この千里をかける、信仰法を伝授された。ありがとうございます。